ロマン・ニコライエビチ・シロコフは、ロシア・デドフスク出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。初期の経歴 FC ゼニト・サンクト・ペテルブルク加入前は、FC ひむき、サプルン・ラメンスコ園エなど数々のクラブを渡り歩いた、苦労人。FC ゼニト・サンクト・ペテルブルク2008年、リバプール FC へ移籍したマルティン・シュクルテルの後釜として、ゼニトに加入。 加入当初はセンターバックとしてプレーしていたが、後にセンターハーフとしてプレー2011から12シーズンはトップ下にコンバートされ、プレーの幅を広げている。後日する度重なる問題行動が目立ったものの、2012年にはロシア人としてはコンスタンティン・ジリアノフ以来5年ぶりとなるロシア年間最優秀サッカー選手賞を受賞した。 2013から14シーズンは旅重なる、問題行動とるチアーのスパレッキ監督との確執もあり、2014年2月28日に FC クラスのダールへレンタル移籍した。チェスカ・モスクワ2016年7月13日に PFC ・チェスカ・モスクワとの契約が満了し、現役引退することを表明した。代表でのシロコフ2008年3月26日の ルーマニア戦で代表初キャップを刻んだ。この試合でインパクトを残すことができなかったが、所属クラブでの UEFA カップ2007から08、制覇に貢献したことで、ユーロ2008のエントリーメンバーに選出。グループリーグ D、第一節スペイン戦ではスタメンを飾ったが、4失点で大敗した先犯となり、セルゲイ・イグナシェビッチにスタメンを奪われてしまった。その試合以降、 フースヒディンク体制終了まで代表での出場機会はなかったが、二千十年八月十一日、恩師でもあるディック・アドフォーカーと監督の偉人となる、ブルガリアとの親善試合で二年ぶりの代表復帰を果たし、決勝点となる代表初ゴールを挙げた。二千十四年五月十二日、二千十四フィファワールドカップに向けた代表候補メンバー三十人に選出され、キャプテンとして、 最終登録23人に選ばれたものの、同年4月26日の FC ローコモティフ、モスクワ戦でアキレス腱を負傷し、その後も完治の目途が立たず手術を行う運びとなったため、先行外となった。パベルもギレベツが代わりに招集された。ユーロ2016においては、キャプテンとして3試合に出場。同大会が現役最後の舞台となった。ありがとうございます。